アルキジンナジオ館は、ボローニャの旧市街地に16世紀に建てられた、歴史由緒ある建築物であり、ヨーロッパ最古の大学である、ボローニャ大学の古典的故障であり、同大学の最初の大学旨であった。2016年現在では、私立図書館となっている。一般に、アルキジンナジオ宮殿と言われることもあるが、天皇、国王、貴族などの公式の御殿ではないことから誤りである。 その歴史に敬意を表して、この文章では意図的に大学と表記している。ボローニャ大学の最初の大学棟となったアルキジンナジオ館は、それまで町の様々な建物に分散されていた法学部と学芸学部とを一つの建物内に統合することを目的として1563年に建設された。この大学統合計画は、それぞれ数奇鏡、カルロ・ボロメオが 教皇特使、ピエールドナーとチェージが副特使であった当時に施行され、当時の教皇庁に見られた中央集権化傾向に交応するものであると同時に、新しい宗教的状況に対応するものでもあった。同館の建設によって、司法に分散していた私塾的な機質を持った大学教育機関が新たに統合され組織立てられたこの年は、文化、社会にも影響をもたらすことになる。 カトリック教会の再編を目論んだ改革決議であるトレント公会議が閉会した年でもある1637年の解剖学教室ありがとうございます。